白です。今日から、ヘビーレイン、心のきしむ時を実況していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。今ちょっとこの主人公の方ですかね。今ちょっと操作してるんですが。こうかな。この方が主人公なのかな？フェイ中に L2 を押すことでキャラクターの思考が聞ける。シャワー行きたい。下に行く前にシャワーを浴びて着替えないと。シャワー行く前に着替える？下に行く前にシャワーを浴びて着替えないと？あ、こっちね。何これ？買い物に行ってくる。お昼に子供たちを迎えに行ったら、ジェイソンの誕生パーティーの準備をするわ。働きすぎないように。愛してるわ。もう奥さんですかね、この方の。ジェイソンって子供もいんのかな。シャワーを浴びたいんです。シャワーどこでしょうか。こっちダメだね、出たら。あれ、こっちから来た。こっちから来たっけ。お、こっちシャワーっぽいんじゃない？これ、どこ。シャワーは、シャワーそっちだね。ここ、パンツ脱いで。そうだよね。脇とかね、綺麗に洗って、しっかりね、綺麗に洗わないとダメだよね、やっぱシャワーだから。あれ、もう終わり。あれかな、石鹸とかつけずに洗った感じかな。コントロール素早く振る。トロラを上下に素早く振ってください。いや、振ってんだけど。ちょっと、反応しないよ。あ、こういうこと。え、もっと、どういうこと。あ、激しく振れってことか。焦る。え、いうことですか。そうだよね。こうやって吹くもんね。いや、コントローラーの使い方新しくてびっくりしたわ。なになに。あ、洋服、ね、シャワーも浴びたし、着替えるとするか。え、昼？もう昼だ。もうすぐグレイスと子供たちが帰ってくるな。何ボタン？ L？ あ、これで切り替えれるんだ。へぇ。そうだね。子供たち帰ってくるんだったら、ちょっとブリーフって。いや、ブリーフじゃないか、これ。何パンツかな？ボクサーパンツかな、これ。ダメだよね、ボクサーパンツいたら。ちょ、着替えるわ。着替えるけど、これ。何これ。お、結婚写真。結婚式の写真だ。着替えここだよね。よいしょ。どういう服に着替えるのかな。やっぱラフな感じかな、風呂上がりだし。風呂っつうかシャワーか。あ、いいね、いい感じだね。結構このゲーム BGM なくて静かなのかな？お、なんか庭にさ、なんかあるね。何あれ？あ、出れる！外。あ、え？
ることもできるんだ。細かいなぁ、結構。そういえば、起きてからさ、歯とか磨いてないんじゃない？歯磨きとかできないのかな？お？大事だよね、チェック。何今の。あ、そうそうそう。朝起きてシャワー浴びたら、やっぱ歯磨きね。あ、振る。私、人生初めて、ゲームで、歯を磨いております。結構これ、振るの大変。そうだね、歯磨いたらちゃんと、ゆすいで、そう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 。あ、携帯？いや、違うね、それ、ひげ剃り。これ失敗したら血出ちゃうのかな？マジか、これ。ひげ剃りもこれ。これあ、綺麗になってる、綺麗になってる。やっぱね、身だしなみもね、大事だよね。いや、ひげ、なくなったんだ。あ、そうか。あ、仕事？グレイスたちが戻るまで時間があるな。仕事でもするか。仕事って、何の仕事してんのこの人。何の仕事してる人なんだろう。これさ、変なオブジェみたいなのあったけどさ。これこれ、何これ。見えました、これ。何これ。オブジェ的なさ。こっちかな。仕事、下降りるのかな？難しいな。あ、そう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 、こっち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 。やっぱ仕事っつったら1階かな。お、誕生日パーティーこれ。状況が変われば仕込み変わる。はい、チェック。庭？外はいい天気だ。庭で気分転換でもしようかな。仕事いいんですか？仕事。まあ、気分転換も大事だよね。仕事ばっかりしてるのもね、良くないっていうし。仕事、ちょっとね、やめて、庭行こう。お、子供もいる。え？終わり？に、あんまいいんですか、これ。いや、なんかてっきり庭行くってさ、出たからなんかもうちょっと、ねえ、なんかゆったりするのかと思ったけど、案外やっぱり仕事あるから ゆったりできないんだよね。ん？おお。あ、いいよね。楽しいよね、ラジコン。それだけか。仕事場、どこだろう。お、なんかさ、そこ、秘密基地みたいな、え、なにこの遊具。そこ行きたいわ。遊具。遊具で遊びたい。え、バト？なにこれ。なんとかレンジャーとかの、なんか剣かな。え？大人も遊んじゃう。今、誰も見てないから遊んだのかな、ちょっと。なんか可愛いね、結構。この主人公の方。ここ、登れないのかな？これさ、これこそ遊びたいよ。これ、あ、そっちに階段あるよ。じゃ、登れるのかな？こう、登りたいよ。ダメ？子供よ？遊べない感じ？遊びたいな、それ。これで遊びたい。これで遊びたい。楽しそうじゃん、これ。絶対。ダメか。仕方ない。やっぱね、大人も仕事しよう。うん。仕
職場っつうか仕事どこでやってんだろうこの人。ドア閉めようかちゃんと。え？あ、外見れんのこれ。ちょっと待ってドア閉めようやっぱちゃんと。そうで仕事場は、お、なになに、ちょっと待って、なにこれ、これ仕事、これか、うん、何の本だろう、何の本読んでんのそれ。ゴリして戻すと、うん、何だったんだろう。仕事をねしようか。仕事を、職場、自宅勤務なのかな。この方は、あ、こっちだ仕事。ここだ。何の仕事してんだろう。ちょっと何の仕事してんの。建築？なんか設計とか、そういう感じ？あ、そういう感じですか。お、大胆だよ。大胆に書いて、おっと、大胆に書いてる。ほっ、ちょっと待って。お、なにこれ。あ、お、なんか、ガンガン線引いてる。お、なに。すごい。じゃあフリーハンドでさ、フリーハンドですごいね、結構書ける口なのかな、フリーハンドで。はいはい。デザイナー、何なんだろう。一心不乱に書いてあります。お、家ができました。私家書きましたよ。もうちょっと書く？もうちょっと。そう。うん。ちょっと待って。あれ？終わっちゃった。もういいのかな仕事。いい感じ？もうちょっとやっとく？仕事。やっぱね、生きていく上にはね、仕事はね、欠かせない。これ仕事してね、給料もらうからね、やっぱり。そう。もうちょっとしっかり書いとこう。うん。そう、定規使ってね。あ、失敗した。くっそー。え？アイコン、押しすぎる。はい。こと、丸。あ、失敗した。くっそ。くっそ、ちょっともう一回もう一回。楽しいね。間違えた。え？こんなに押し続けるの？アイコンが消えるまで全てのボタンを押し続ける。マジか。はい。はい。え、これからどうすんのこれ。あ、オッケーオッケー。お、まだいける？はい。よし。これでどうや。もっと書いたやろ、これ。お！濃くなったね。もうちょっとやっとこっか、仕事。あと一回だけさ。うん。え？え？なになに？力やスピード。え？難しい。アイコンが消えるまで表示されたボタン。連打！はいはい。くそ。負けんぞ、これ。難しい。はぁ、あ。え、マジで、まだ行く。あ、そっか。ラフで書いたところを消していくって、そういうことか。オッケー。はあ、難しい。オッケー？気になった？お、すごい綺麗じゃん。さすが。
もうさ、さすがにさ、やることないかな。まだできるこれ。え？あ、振る！マジで？あ、あー、背景ですか。失敗か。素早く。行くぞ。あれ？行くぞ行くぞ行くぞ。もうちょっと頑張れ。もうちょっと頑張って仕事しろ。頑張れ。ダメか。よしよし。頑張れ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 。よし、いけたか。まだか。くっそ。これめっちゃ大変じゃん、振るの。はぁ、あ、ちょっと、よしよし、これ頑張ったからさ、いい仕事できたんじゃない、これ。お、すごいじゃん。もうちょっと、え、まだできる、これ。はい。ちょっと間違えた。あれ？失敗した？ちょっと待って。こっから、あ、最後に、自分の名前を書いた。仕事も順調に進んでる。月曜日には仕上がりそうだな。さすが。いや、仕事早いね。すごいよ。さっきの、いや、めっちゃ頑張ったな。ん？結構いろいろ出てきてるね。コーヒー飲む？コーヒーが飲みたい気分だな。うん。そうそう、やっぱ朝は、あ、帰ってきちゃった。コーヒー飲みたかったな。仕事しすぎたな、これ。パパ！おい、落ち着け。転んじゃうだろ。ああ、いよいよ誕生日だな。僕も大人？10歳はまだちょっと大人には遠いかな。パパの車運転していい？いやー、それにはちょっと早すぎるよ。いいさ、手伝ってくれる？止まらないよ。ああ、ごめん。はいはい、頑張るよ。ボタンを押して、そうそうそう、チューしてね。うん、やっぱ奥さんにはね、そうそう、愛情表現とか大事だからね。朝からずっとあの調子よ。スーパーでも大はしゃぎしちゃって。そっちはどうだったの？仕事ははかどってる？プロジェクトはだいぶ進んだよ。あともう少し詰めればクライアントに企画をプレゼンできるはずだ。やることだらけだわ。ジェイソンの友達が来る前に終わるかしら。ちょっと手伝ってくれる？リビングの食器棚からお皿取ってくれない？オッケー。ああ、任せといて。どこだ、リビングの食器棚。どこどこ、リビング、ここだよね。こっちの、これ冷蔵庫。ねえ、いいさ、お皿運んでくれるんじゃなかったの？ああ、ごめん、リビングの食器棚だっけ？そうよ、一人でに動くわけじゃないんだから。食器棚ってどこ？すいません、ちょっと私、この家まだ初心者なもんで、食器棚がね、ちょっとわかんないんだな。リビング、え？違うか。あっち？もしかして。え？ここでも本棚だったよね。いや、あ、これ、いや、テレビだよ、それ。テレビ。食器棚。え？ここがね、うん。リビングかな。これ？ここですかね。ここ？あ、こんなところに。いつも引っかかるのよ。思いっきり引いて。思いっきり。よっしゃ。これね。うん。母さんからもらったものだから、気をつけてね。わかってるよ。お母さんを怒らせるようなことはしたくないからね。うん。ちょっとね、慎重にね。マジか。はいはい。そうそうそう。そうだね。うん、今度こっち。はい。
皿を並べた。はい、4つ並べた。OK？ まだ。もういいのかな？もう大丈夫？手伝いない？まだ手伝えるよ。なんか、やる？お？お、奥さんにマーク出てる。あ！いいさ。今日はまだ行ってなかったな。とっても素敵だよ、グレース。あなたもそこそこ素敵よ、ミスター・マーズ。あ、クソ、キス失敗した。クソ。ほら、あっち行って。私忙しいの。え、いろいろ出てるわ。プレゼント？ジェイソンのプレゼントは？ええ、今朝お店で買ってきたわ。ラッキーだった。最後の一個だったから。もうダメか、もうイチャイチャできんか。くそ、失敗した。いいところでキスできんかったね。手伝おうか。うん、一人で大丈夫よ。友達は何時に来るんだ？確か2時頃よ。あまり大騒ぎしなければいいんだけど、去年みたいに。ジェイソン。ジェイソン嬉しそうだな。ええ。ああ、もう10歳なんて信じられないわ。付き合ってた頃がまるで昨日のことのようなのに、年取った証拠ね。ここからパーティーやるんかな。ちょっとジェイソンのところ行ってみる？これ。あ、空いてるわ。あ、これね。よし、これでパパも自由だぞ。ねえ、5分だけよ、いい？ご飯食べないと友達が来ちゃうわよ。はい、わかったよ、ママ。どっちからだ？僕だよ、僕だよ落ち着いて、順番だ。お、肩車？普通、四角、あ、間違えた。よいしょ。結構難しいね。よっしゃ、行くぞ。準備はいいか。お、ちょっと危ない危ない、それは危ない。ちちちちヒュー、押してみよう。オッケー、僕の番だよ。よし、ジェイソン、お前はヘリコプターだ。え、なになになに、これヘリコプター、マジかよ。ぐるぐる回さんというか、これあーあー、成功成功、よかったよかった。腕にぶら下がっていい？パパ、いいでしょ、筋肉すごいんだから。よし、捕まって。え、何？アイコンが消えるまで、また連打。マジかよ。どうだこれ、パパのこれ、どう、この筋肉すごいやろ。よしよし、ふう、お、マジかマジか、これでおしまいだ。すべての罪を償え、悪の手先め。はあ、諦めるんだな、命乞いするがいい。お、うん、そこのジェイソン、はいや、断念しろ、私の勝ちだ。危ない、いいや、お、攻撃攻撃、うわ、ん、お、いや、おのれやったな。みんな子供に、うん、任せようか。お、あ、はいやー、そうだね、大人はやっぱこういう。マジか、まだ行く、危ない、まだ行く、いや、はっ、いけ、ジェイソン、よし、はいやー、ダメー、ほっ、うわー、ほっ、ほっ、ははは、
かかったな。いやっはやっはその辺にしてご飯よ。今行くよ。あ、頑張ったね。ご飯できてんのこれ。ご飯食べれるかな。ショーン、どこどこ。お昼よ。どの席。呼んでくるよ。え、ショーンどこ。もうどこ行ったの。お昼ご飯食べたいのにさ。え、どこ行った。どこ。 お昼だよ。お、上か。自分の部屋かな。子供部屋あったよね、2階に。こっちだっけ。あ、いたいた。ちょっと待って、ちょっと待って。いたよ。お、どうした。悩み事。ショーン。どうした。マーリンが。あ、死んじゃった。僕のせいで死んじゃったんだ。違うよ、ショーン。お前のせいじゃないよ。僕、マーリンが戻ってくるなら何でもするよ。なあ、ショーン。世の中には避けられないことがあるんだ。自分が望んでなくてもね。そんなの変だよ。おかしいよ。そうだね。おかしいね。